皆さんこんばんは。樋口和彦です。皆さん、フルートの調節っていうのはどうされてますかあの、ちゃんと買ったところで調節してもらってますか私、今、村松楽器のフルートを持っているんですけど、この話は結構、あの、村松楽器の人からもちょっと聞いたことあるんですけど、あの、 フルート、村松楽器で、例えば買うじゃないですか。それで、あのー、他の楽器屋さんに調節に行くじゃないですか。それで、なんか、音が出なくなったりとか一部。なんか、ひず、あの、歪みが起きたりとかね、ちょっと故障したっていう話を聞いたことあるんですよ。でも、ちょっとおかしいですよね。あのー、お金払っとって、 で、調節して、音が出なくなったりとか、故障するなんて。そんな、絶対あってはならないことですよね。それで私は、あの、今、鈴鹿市に住んでるんですけど、あの、この間行った名古屋に、村松楽器があるって言うとじゃ,じゃないですか。それで、あの、こっから、 あの、私は電車で1時間ちょっとぐらいかかるんですよ。まあでもですね、やっぱり自分の楽器すごく大事なので、あの、やっぱりですね、1時間10分、まあ電車で乗ったらちょっと1000円ぐらいかかるんですけど、まあ1000円ぐらいかけても、やっぱり買った村松楽器で調節した方が、あの、安心やとすごく思っていますので、 ま、一年に一回なんですけど、あのー、村松が、名古屋の村松楽器に行って、あのー、調節してもらっています。やっぱりそこがね、一番私としてはすごく無難やと思っていますので、やっぱり、村松の楽器のことをよく知っているどこなんで、それでちゃんとした、あの、調節の人がいるんで、あのー、私は、 あの、その人ごとすごく信頼してるので、あの、村松楽器で、あの、頼んでます、調節を。それで村松楽器ね、結構ね、あの、調節する前はね、予約を取らないとね、ダメなんですよ。あの、突然行って、あの、すぐ調節してもらえるわけじゃないんですよ。あの、いっぱいの時もね、結構あって、あの、 やっぱり電話で予約しとかないとあらかじめ突然行っても調節してもらえないことがあるんですよ。結構ですね、あのー、村松楽器はあのー、土曜日が結構調節が混んでるみたいです。村松楽器の休みは日曜日と月曜日ですね。名古屋は。 だからまあ、予約をしていかないとダメなんです、調節は。まあ、でもですね、あのー、調節は本当に、あのー、私も、まあ、慎重に考えてますね。皆さんも、あのー、楽器っていうかフルートを調節するときは、 あの、絶対、あの、勝ったところで調節するようにしてください。よそですると、あの、高額なお金取られた上に、あの、音がやっぱり一部出なかったりとか、その狂いが生じたりとかするので、絶対やめといてください。今日もご視聴ありがとうございました。この動画もし良ければ、 グッドボタンをお願いします。それでまたチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あとですね、私、インスタグラムをやっております。インスタグラムは、ひぐちかずひこ漢字で検索してもらって、あのー、くまモンの写真が出てくります。それが、あのー、私のプロフィールです。くまモンって入れても、ひぐち彦で出てきます、漢字で。 皆さんよかったら、インスタグラムもしよかったらでいいので見てもらえると嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。これで失礼いたします。